走りかの介護ライフをご覧いただきありがとうございます。現在92歳、認知症の義父を介護しながら子育てをしています。え今回はお正月が明けて、えー、の義父との過ごし方です。えっと今回は。 あの実はちょっと転換をあの今月起こしてしまったんですけれども、えー、とそのことそれはちょっと後ほど説明させてくださいあとショートステージに預けることができたのでその辺りのことをどうかご覧くださいこの日はかかあのちょっとやはり意味不明な、まあ、夢物語というか,、うん、んかそういうことを 夕日でしたで実はこの日の夜に転換を起こしてるんですういうことがその転換とつながってるかどうかっていうのはまだわからないんですけれども,もその転換も実は、ね、一過性の虚血発作っていうのを起こしていた時もあってどっちなのかっていうその症状はどっちなのかっていうのはちょっとわからない。うん なで夜中、えっと、これは「転換を起こした後ですえっと、あーああ」って呼ぶので行ったら立ってたんですよねちょっと長い時間立ってたのかな私がきかついて下に降りてきてた時どれくらいの時間が立ってたかっていうのはちょっとわからないんですけれど横にならせて「痛いたい」って言ったってことはちょっと 長時間だったのかな、うん、出てるよ <laughs> 今しまったもう夜中だから寝てねうんであのこういびきではないんですこれえっとなんて言ったらいいなう,うなることが多いんですよねでまあ夜中がそういう感じだったのでえっと。 次の日のこれ朝食なんですけれど <laughs>、えっと食べながら寝ちゃってる。えー、でここがどうしてもねあのここぼれてしまうので、あのエプロン買いました。だいぶ違いますねここら辺の汚れが。起きてね。がんがん。

基本的に子供が食べる好きなものは、たこ焼き。かわいいね。美味しそうだね。もうちょっと待ってね。で目の前にあると今のギフは結構あの食べたい食べたいで、えそんな量食べちゃうのっていうくらい食べてしまうのでこっちでコントロールをしなくてはいけないですね。この時でもたこ焼き5個ぐらいは食べたのかな。<laughs> 結構食べましたよね。で自分でできることはやはりさせたいので、ゆっくりにはなっちゃっても、頑張れちょっと頑張れそうな時は、はい、そ,うそうそうそう。自分で食べてもらいます。おいしい。<laughs> おいしい。うん、いしい。よかった。きそばもあるでよ。<laughs> きそばはいはいはい。ちょっとじゃあこれ片してちょうだい。うんうん でショートステイの前日ですね。<え>明日からお泊まりだから、ねうん、いつもなら前日には言わないんです。ただちょっと言ってみました。ああ今回どうなるかなと思って。だから全く気にしないんですよね。岐阜はお家が大好きなので、うん、本当だったら家にいた。今までの流れでいくと、うん、そわそわして夜中眠れなくなったり、やっぱり行かない断ってくれって言ったり。 していたんですけれどえとショートステイのスタッフが迎えに来てくれて乗り込む時もじゃあ行ってくれよ上着きますって出てったんですよね新鮮な気持ちでお会いしましょうねちょっと驚いたんですけれど それだけ認知症が進んでしまったのかなぁとちょっと感じてしまいましたま,まあでももしね認知症が進行してその、まあ、ショートステイを受け入れてくれて いるんであればまあそうだとしてもまあお互いにとってその前向きにね考えてあのそこが嫌なところじゃないっていうイメージがあるんだったらまあいいかなーってあの思うようにしようかなと思ってるんですけれどやはりあの毎日暮らし一緒にいるとどれだけ進行しているかどうかっていうことちょっとはあの分かりかねるんですがおそらく。 今までだったら、かたくなりに嫌がっていたものを少しずつ、少しずつ、その。ま,ま受け入れてるかどうかはわからないんですが、あの。えっ、ー、と、嫌がらなくなったっていうことは。うん、きっと。進行しているのかなって、なんかちょっと寂しく思うこともあるんですけれどもね。で、えっ、ー、と、転換なんですけれど、あの。 いわゆるその転換っていうのは高齢者の転換って今どうやら増えているとえっ、ー、とこれは精神内科の先生から聞いたんですがあのッ、ー、と力が入る、まあ、イメージ的には転換っていうとそういうイメージが私にはあったんですがその高齢者の転換っていうのは逆にそのダラーンとこう脱力していって こうまあ、目は上を向いて義父の場合は目は上を向いてることが多いんですけれどそれで、まあ、首がこう傾きだしてよだれがブワーって出るで私はとにかく静かに起こすので転換をテレビを、まあ、隣で見ているんですけれどハって見た時に義父の様子がおかしいっていうことに気づくパターンが多かったんですね。で転換を起こし始めたのが大体3年 今2021年とか4年4年くらい前から1年に12回起こすようになったんですよね。で初めのの頃は一過性の拒絶発作だろうという診断を受けていたんですが、えっと、2年ほど前に初めて精神内科の先生に見てもらったんですね救急で入った時に。でどうやら一過性の虚血発作ではなく転換なんじゃないか。 とということになってえ高齢者でも転換って起こすんだって私はその時初めて知ったんですけれどなのでもしかしたら気づかないうちにもうちょっと起こしてる可能性はありますねって言われてただそのやはり転換を繰り返すとどうしても脳のダメージがあのないわけではないので認知症の場合は進んでしまう可能性もあるし とといいうちょっとあのことを聞いたんですねでなぜ繰り返すのかっていうのは、まあ、この辺りはちょっとわからないんですけれどギフの,の場合はここの狭窄、えっと、があるので、えっと、ここの血管の狭窄が結構あのプラークがたまりやすいっていうことで脳の方に血流がいかなかったり酸素がいかなかったりっていうことも、うん、あるのかなとか。 まあ原因はいろいろろあるんでしょうけれどもねでその転換も今回救急車はよ呼びませんでした。というのもやはりその、まあ、コロナ禍ということで、まあ、あの救急車の方もね、えーとまあ、すぐに来てくれるかどうかもわ、まあまあ、からないですしあとは入院できるかということもわからなかったのであのとにかく気をしっかり持って、えー、と様子を見ようと。 転換を起こしててかかから何分経って意識が戻るかとかちょっとチェックしたんです今回で今まで救急を呼んでも救急隊の方が見える頃には意識を取り戻していたのでということは5分以内5分以内 10,、うんとまあ、10分まではかからない、えー、5分以内だと思うそれぐらいであの意識は多分回復していたなっていうことがあったのでっていうかそれがずっと あのな多かったのでそういうことが。なので今回ちょっとつけてたらやはり5分以内で意識は戻りました。っていうのもそのえっとろれ自体はあんまり回復はしないんですけれどこっちの呼びかけに答えられる「うん」とか「うんうん」とかそういう「答えられるが」が、まあ、回復レベルっていうことです。で、えっと、そちょっと回復したのでリビングで、えっと、転換を起こして。 だから夫と一緒にベッドの方に連れて行ったんですね。で寝かせて、そしたらあのえっとだいぶ話せるようになって、子供もあの結構じじじじって話しかけてくれたら、だん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 の熱も、まあの戻ってきて、それであの。 またいつものじいじに戻ったんですけれどただその夜中に先ほどのようなちょっと立ってしまったりだとかあのあ,あって言ってみたりっていうのもあったのでそれがつながりがあるのかどうかっていうことはちょっとまだそこまでは分かってないんですけれどもねもし前触れがねあのあるようであれば対応の仕方っていうのもこれ,これからできてくるんでしょうけれども、うん、ちょっとこれからもあのそこら辺りはえっと見守っていかなきゃいけない。 かなと思っていますで今も実はショートステイ中なんですけれど月曜日に帰ってくるので。 あ、えっと、あと2日間ぐらいあるのかな、えっと、この間で、えっと、私もちょっとリフレッシュ夫もリフレッシュ子供たちと一緒にねただあの外にっていうよりかは、まあ、家であの私はちょっと睡眠も確保したいので結構昼間からぐうたらさせてもらってるんですけれどやはり睡眠をとるとやりパワーアップするのでねちゃんとチャージができるから私の体も楽ですしちょっとそういうことで、えっと、ヶ月今年は2か月に1回ぐらいのペースで利用 できたらいいかなと思っています、えー、今回もご覧いただきありがとうございました